今日はチップアトラス、公共チップスティックデータを利活用できるようなウェブサービスについてお話しした後、残りの時間でちょっと最近開発しました新規オミックス技術についてもお話したいと思います。まずこのチップアトラスというのはどういうものかといいますと、もう世界中で10万件以上に及ぶチップセックデータが報告されているわけなんですけれども、そういったデータを全部ギュッと集めたようなデータベースになります。で、後ほどお話ししますように、このように興味のある遺伝子の周りにどういった転写因子がどの細胞でどのぐらい結合しているかというのが一目で分かるようになっております。そもそもそのチップセックとは何なのかというのを簡単にご説明したいと思います。クロマチンイミュノプレシピテーションウィズシーケンシングの略なんですけども、これはこのようにゲノムに結合しているタンパク質、例えば修飾ヒストンであったり転写因子などの分布を、ゲノムワイドに定量的、なおかつ定量的に、計測することができる技術です。で、実験的には、こういったクロマチンを取ってきまして、この、修飾ヒストンや転写因子に対する抗体でこのように免疫鎮光しまして、で得られた DNA 断片をハイスループートシーケンサーで読み取るという技術です。で、このチップセックデータは論文などで報告される前にこのような NCBI や DDBJ のような公共レポジトリにデータが登録されます。で、ところがここで登録されるデータというのはこのようにシーケンサーが読み取った配列生データのみです。つまりこれを見ても何もわからないわけです。で、そこで私は DBCLS の太田達郎さんと協力しまして、そういったデータ解析を全てスパコンを使ってやってやろう、で、そういったデータをウェブサイトを通じて公開しようというプロジェクトを立ち上げました。で、どんなデータを処理して公開しているかといいますと、こういったところに登録されている配列生データを全てダウンロードしてきまして、レファレンスゲノムにアライメントします。まあ、ここでは3つの実験データを色分けしておりますけれども、このように波形データのように見えるデータ、まあ、つまりこのように山が立っているところに強く結合しているということを示しております。で、またピークコールというものを行っておりまして、このアライメントが優位に集中している領域を特定して、こういったデータは全てチップアトラスのウェブサービスを通じて公開しております。で、またもう一つ重要なことをやっておりまして、それがサンプルメタデータのキュレーションという作業です。ここではこの3つの実験データがこういった転写因子のこういった細胞における実験データであるというふうに、きれいに書き直しているんですけども、そういったサンプルメタデータのキュレーションを全て、マニュアルで行っております。まあ、そうすることによって一個一個の実験データをこのようにビジュアライズすることができるわけなんですけども、チップアトラスの大きな特徴というのは、こういった数万件のデータを全て統合解析してデータマイニングができるという点です。で、それがこのチップアトラスのトップページにあるこの4つのツールになります。ピークバールズ、ブラウザー、ターゲットジーンズ、コローカライゼーション、エンリッチメントアナリスというツールがあるんですけども、まあ、今日は時間の都合上このピークブラウザーとエンリッチメントアナリスについてご紹介したいと思います。まずこのピークブラウザーですが、興味のある遺伝子の周りにどんな転写因子が結合しているかというのをビジュアルで理解することができます。まあ、ここでは例として FOXA2 という肝臓の発生に非常に重要な遺伝子の周りに何が結合しているかというのを見ていきたいと思います。これがチップアトラスのピークブラウザーのウェブページになります。で、ここで抗原のタイプと細胞のタイプというのを選んでいただきます。まあ、抗原のタイプというのはヒストン、RNA ポリメレーズとかありますが、まあ、ここでは転写因子というふうに、まずここで生物種を選択して、抗原のタイプは転写因子などというふうに選んでいます。で、セルタイプ、アディポサイト、ブラッド、ボーン、プレストとかいろいろありますが、まあ、ここでは全部というふうに選択しています。で、その上でこの View on IGV というボタンをクリックしますと、IGV というゲノムブラウザーに先ほど選択したデータがここにロードされるようにできています。で、その上でここで興味のある遺伝子 FOXA2 というふうに入れますと、 FOXA2 の遺伝子座にジャンプすることができます。で、こうしてみますと、この FOXA2 の遺伝子領域においてはいわゆるポリコームタンパク質群が ES 細胞で結合しているとか、この転写因開始点近傍にはさまざまな転写因子がリバーで結合しているとか、あとこの辺のノンコーディング領域におきましては CTCF がさまざまな細胞タイプで結合しているというのが理解できるかと思います。まあ、そうすることによって、まあ、このようにプロモーターや
タッドなど、ゲノムアノテーションを行うことができます。他にもエンハンサーがどこにあるかというのも知ることができますし、なおかつそういった領域にどんな転写因子が結合するかということも同時に理解できます。で、現在のところ約12万件の実験データをチップアトラスでは登録しておりまして、約12億箇所のこういったピークコールデータを含んでおります。まあ、非常に膨大な量のデータを含んでいるわけなんですけども、そのデータを使ってエンリッチメント解析ができるというのがこのツールになります。先ほど の J ポストの後藤先生もお話しされたツールがこちらになります。で、これで何ができるかといいますと、複数の遺伝子名を入れてクエリとして入れてやると、それらの遺伝子をまとめて制御するマスター制御因子を特定することができます。これがチップアトラスのエンリッチメントアナリシスのウェブページになりますが、こちら側とこちら側に興味のある遺伝子群を入れます。遺伝子の名前を入れるわけなんですけども、例えばここではヘパトサイトで特異的に発現する遺伝子名を入れております。で、こちらが比較対象としてヘパトサイト以外の組織で発現するような遺伝子名を入れています。で、ここで転写開始点からの距離を例えばプラマイ5000ベースというふうにして、このボタンをクリックしますと、このツールはこっちの遺伝子群とこっちの遺伝子群を比較して、こっちの遺伝子群の周りにより結合がエンリッチするような転写因子を探索してくれます。つまりこういった遺伝子をまとめて制御する遺伝子を特定してくれます。で、今日はちょっと時間の都合上簡単にだけ結果を説明しますと、こういった遺伝子の周りには HNF4A や FOXA2 のような転写因子の結合がエンリッチするということが見て取れます。つまり、こういった因子というのはもともとは肝臓の発生に非常に重要であるということが知られている、いわゆるマスターレギュレーターなわけなんですけども、そういったものを特定することができます。また他にも何か皆さんが RNA-seq とか行っていって、でそれである細胞で特異的に発現する遺伝子をここにサブミットしてやると、そういった遺伝子群の上流を見つけることができます。で、さて、ここからちょっとオミックス技術の話になるんですけども、こういった組織特異的遺伝子、結構見つけるのが難しいです。じゃあどうやって調べるかというのが結構問題になるわけなんですけども、肝臓だったら肝臓を取り出せばいいじゃんと思われるかもしれないんですけども、肝臓の中にもいろんな細胞のタイプがあります。ヘパトサイト以外の細胞もあります。で、まだ私が専門としている発生生物学では、こういったエンブリオ、非常にちっちゃいわけなんですけども、その中にもニューラルチューブ、ノドコート、腎臓とかいろんな細胞タイプがあります。で、例えばニューラルチューブだけを、ニューラルチューブだけを取ってくるというのは、レーザーマイクロダイセプションみたいな技術で可能なんですけども、例えばこのニューラルチューブのベントラル側にあるフロアプレートという細胞集団があるんですけども、ここだけが知りたいというふうになった時に、レーザーマイクロダイセクションでは取り出すのは不可能です。で、また手作業で取り出すのも全然難しいです。じゃあ、どうするかということなんですけども、ここで新しく開発した技術、フォトアイソレーションケミストリー、PIC という技術を開発したわけなんですけども、この技術は光を照射した領域だけのオミックス解析ができるという技術です。例えばこういうふうに切片を準備しまして、ある処置を施すわけなんですけども、興味のあるところにこういうふうにビビビッとこう光を当てます。で、その上でこのトータルライセットを回収して RNA-seq を行うと、この光を当てたところだけの遺伝子発現情報が得られるという技術です。ではなんでそのことができるかというのを、実際の実験データを、例にしながらご説明したいと思います。ここではニューラルチューブのこの3箇所にいずれかに光を当てるということをやっているわけなんですけども、このドメイン特異的に発現する遺伝子を検出できるかどうかという実験を行っています。で、そのために私は、逆転写用のプライマーに光配列型のブロッカーというのを入れたものを開発しました。で、これを逆転写酵素と一緒にこの切片状に振りかけてやると、メッセンジャー RNA を鋳型として切片状で逆転写反応を行うことができます。で、またオプションとして、免疫染色もその後行うことができるので、ここでは、例として SOX2 の免疫染色によってニューラルチューブの、正中線を染めております。で、その上で、自分の好きなところに光を当てます。例えばニューラルチューブのドーサル側であったり、メディアルもしくはベントラル側のいずれかに光を照射します。そうするとこの切片上にあるこのアダプター配列のここから光配列型のブロッカーが外れます。
でその上でこの切片のトータルライセンスを回収して、ライブラリー増幅を行いますと、このブロッカーが外れたものだけ、つまり光を当てたところだけの発現情報だけが増幅されてシーケンスされるという仕組みになります。ではその結果についてご説明したいと思います。まず検出された遺伝子数ですが、まあ、ドーサル、メディアル、ベントラルで、レプリケートを取っておりますが、大体1万以上の遺伝子が検出されています。でまた次元圧縮によって、クラスタリングを行うと、このようにきれいにドーサル、ベントラル、メディアルの3つのグループに分かれるということが、分かりました。でまたこの例えばこのドーサル側だけで発現するという遺伝子も複数同定されておりまして、実際それらインサイチューハイブリで調べてみますと、このようにドーサル側で発現するということが、証明できました。まあ、このフォトアイソレーションケミストリー、いろんな特徴を持っています。まあ、非常に小さな領域の解析が可能ということで、現在のところ10個以下の細胞でもまあ検出可能であるということが分かっています。でまた空間的な解像度が非常に高いということで、原理的には1ミクロン以下に光を絞ることもできます。でまた非常に汎用性が高いということで、 RNA セック以外にアタックセック、バイサル、チルセックなどにも応用できます。でこういった組織特異的な情報というのをまたチップアトラスで再解析することによって、マスター遺伝子をさらに特定することが可能となります。最後に謝辞になりますが、このフォトアイソレーションケミストリーは九州大学の、このビールが大好きな本田さんがほとんど実験を行ってくれました。でまた、大川さんに、シーケンス解析などを依頼しております。またチップアトラスは太田さんをはじめさまざまな方との共同開発で行われています。でまたチップアトラスの使い方、統合 TV にも、日本語の動画マニュアルがあります。でまたさまざまな、大学企業などで、チップアトラスのハンズオンセミナーを開催しておりますので、もしご興味のある方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。また